同胞菅野智之さん久保コーチの魔改造で再覚醒。4試合2勝2敗 1.449S 率 75.0%。 ソフトバンク戦5回自責2、楽天戦6回自責1、阪神戦7回自責1、横浜戦7回自責0。この成績で2敗するところが全盛期の菅野っぽいよな。アヘアへコーナーにカットボールとツーシーム投げおじさんになってる。なんでこの結果で2敗もつけてるんだ。菅野だから。具体的に何やったん？フォーム修正、右足が折れる癖が近年直せずに悩んでたらしい。そこを久保コーチが直したってわけや。 BB も同じ癖あったからついでに直したらリリーフで防御率 0.00 や。阪神の久保コーチ、阪神とソフトバンクやな。久保コーチって今巨人におるんや、普通に知らんかった。久保とかいう魔改造コーチ有能すぎちゃう。てかまだ33だったのか、なんかもう大ベテランって印象あったわ。もう36とか言ってるのかと思ってた。ちな去年の成績、菅野23試合23先発147回10勝7敗 3.12。 普通にええやん。全く名前見ないと思ったらちゃんと投げてたんだな。なんちゅう安定感や。なんやかんやであと5年ぐらいやれそう。やっぱりいい投手や。